決勝にはソニー、そしてルーラー。決勝は先攻後攻決めるじゃんけんをみんなの前でやってもらいますが、8小節もタンスも1個増えて3本勝負で行います。そしてまずはビートを聞いてみましょう。ビートは DJ ザイ、オンドバランス、よっ、 OK。 超クラシック。まあ結局自分が自分であることを誇ってきた2人のうち、誇り切るのはどっちか。チャンピオンのプライドをかけて、ソニーとルーラー、先攻後攻を決めるじゃんけんお願いします。じゃあここで、はい、入れ替わりで先攻がルーラー、後攻がソニー。8小節3本勝負、勝った方が 5.5 スクールオブラップアンダーテンティ MC バトルチャンピオンとなります。それでは決勝戦を始める前に、会場全体にもう1回だけ確認です。この2人のうちどっちかがチャンピオンになる、観客判定で決める、バッチリと見届けてチャンピオンを生み出してやるぜっていう準備ができてるやつは、ガイスイエーイ。 OK、 それでは戦ってもらいましょう。先攻ルーラー、後攻ソニー、 DJ サイ、 Bring that beat。マスピ極めてるフェイクオーバーリーガー、ひょうな感じ負けたバイバイミジータ、ひょうな言葉さ俺も一発でデビューマンなってる。俺のレオミガーことだけキャってる、ひょうな感覚つまりはワンパスワンパスしてる、ひょうなハンニャの今日にすぐうばあちゃんマイクロフォン読んで俺ラップソングケース、ハンニャよりも今持ってきたこのマイクフォンのキーラー、ただそれだけだ。ちばしったビジタクはするけど優勝の後にさせてくれよ、ただそれだけで話す。ルーラー熱いもん持ってる、桜で話した決勝で当たるならいいね、それが実現するリアルがこれだぜ。1919マイクフォンのキーラー、みんなすぐさま俺も踊りだすか、ジーザーズ一発で決めてるビーナー、それがお前を焼いてるビーナー、なっちまってるみんな上がり出す会場、俺もしてくぜプライド、裏で話したな最後当たるって、でも負けてねもらうぜ、うん、いやもらうぜそれは一生、今日デイだけど全て夜の街、俺が優勝して堂々と歩く王で王内乗ってこうや、ただそれだけさ、自分が自分であることを誇る、ただそれだけ、お前と一緒 Represent me、 絶対負ける気はなし、 yeah, Represent me はさっきの B、 しっかり聞き込んでしな B ボイスなってる、今日の言葉俺も考えてなし、パイプライン、それか嘘に勝ったり、あってもダチがパクられ無所に書いたりする、今日な感じ誰も黒い犯罪になんない、今日な太いパイプライン、 yeah, 太いパイプライン、俺だって骨太このコネクションを作っていきたいだけ、いびつな俺に詰めるな、いびつさこの自ら届気づく、ただそれだけ、ライムスターピーポリイズム、ここしっかり立ってるブレない信念、それが全て、俺は信じるのは神より自分。終了。はい、さあその決勝戦のジャッジに入ります。先攻ルーラー、後攻ソニー。はい、これは決定してしまいました。前回のラップパフォーマンスでやばいぜこいつと思ってライブをオファーしたら、その勢いに乗ってそのまま最後のチャンス20歳にしてアンダー20スクールオブラップ MC バトル 5.5 で優勝したのがソニー。おめでとう。イエー、2016年 5.5 5.5、 子供の日にどんだけ子供が大人をびっくりさせられるかってところを含めてのアンダー20 MC バトル、スクールオブラップの MC バトルをやりましたが、まさかの子供じゃないぜ、もうとっくに成人してるけどギリでアンダー20名乗れるぜっていう最年長スティーローの熱い男が優勝しました。ソニー、おめでとうございます。イエーイ。ソニーはなんと前回の大会でもバッチリなラップパフォーマンスをしたから、こいつやべえからちょっとライブも見たいなと思ってライブでもブッキングしたら、いやもちろんバトルも出ますよってエントリーしてきて、そして逆シードだったっけ、はい、逆シードだから1試合多い状態からガッチ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 と勝ち上がって、そして最年長対決のニコとの20歳対決、もういいおっさん同士がねぶつかり合いの魂のぶつかり合いを経ての決勝戦で、川崎のルーラーもクソヤバいパフォーマンスで、正直ルーラーフラッグがガンガン上がってるかなと思いきや、
決勝で DJ ザイがセレクトしたビートがライムスターの B ボーイズム。このビートに乗っかれるのはちょっとお前ら楽器とは違うんだよ、俺は一味違うもの知ってるぜっていう一足先に大人になった男ならではの余裕のパフォーマンスでルーラーを下しての優勝おめでとうございます。ソニー、 いただいた、ごめんなさい。いただいた5月5日本戦お邪魔してキックバス。三品キャンプと同い年の俺がお邪魔しに行くぜ本戦。次へとつながる、待ってろグラちゃん、世間の下馬評も全てを裏返す。ビッグシャドウスクローブアップ。三品20周年、今年三品20周年だけど、まさかの同い年の二十歳の男が新しい形を作っていくぜ。そしてこの道、つまり和立ちの先に何があるのかを知ってるのは俺、和田レイインダーということで本名も出したけど、ソニー SO のあと WNY、 それだけをよくチェックして 9.22 のグランドチャンピオンシップにもエントリーしている。そしてソニーサウンドクラウドにも曲をアップしてて、そしてこいつ甘いものを食べて頑張ってる男だから、スイーツなものがあったらソニーに渡しといてくれ、おめでとうっていう時にただ言うだけじゃなくてチョコレートもちゃんと渡しておめでとうって言ってあげることが大事です。ソニーのチャンピオン、次回は 6.192 戦国 MC バトルと合同開催になりますが、 9.22 いくらちゃん目指してスタートしているぜ。スクールオブラップ、そしてキングオブキングス2016年やばいぜ。